今日はこちらで松代写真コンテストの、審査会を行っています。それでは中を覗いてみましょう。今年の応募作品は134点集まりました、うん、今全部並べて審査が始まっています。134点の中から良いものを選ぶというよりは落とすものから先選んでいるようです。今回審査を見学ということで何人かお見えですのでお話を伺ってみたいと思います。はい、今回応募していただいたんですね。そうですか。もしかしてもうすでにご自分ののが落ちてしまったとかそんなことはないですか。どうですかね。いかがでしょうか。こういう審査を見るということは。初めての機会なので、はい、いい勉強になります。そうですか、はい、じゃあ最後まで楽しみに、はい、もしかしたら最優秀なのかもしれませんので、ありがとうございます。ご苦労様です。慎重に審査しています。いかがですか、審査の状況に。やっぱり見たような構図のやつが何点かあるんで、そういうことだと結構出品しても写真自体が良くないと。そうなんですね。来年の参考になるでしょうか。そうですね。はい。苦労様です。確かに。これがやっぱしね、紙がね、こうかかっちゃってるっていう、秋もいいのがあったけれどね、うん、なかなか類似寄せてもらえないんですよ。そう、うん、今のだけど、若い人ってのはこういう下げ方が多いんだよね、うんうん、ただちょっと目が、目線、目がね、うんうん、ちょっとこの辺は談笑してるところではいいですよ、割りにくいかも。うん、同じ下がってきても、まずね、うん、こういう感じだったらいい。こういう感じだね。この S 字ラインなんかの引っ張ってはいるんだよね。これどうですか。これ好き。この辺の感じの、うん、ね。これはさっきの方もいいね。うん、いかがでしょうか。審査の状況をご覧になって。もう一回ちょっと。素晴らしい先生が審査していらっしゃるからよろしいんじゃないですか、ね、そうですか、はい、最後どなたののが一席にいればいいか楽しみですね。みんな、ね、それぞれ その作品の中に自分の気持ち込めてあるからいいんじゃないですかね。確かにそうですね。私たちも毎年見させていただくんですけれども、どれ一人としてね、その作品のね、力量にはそんなにね差はないですね。特に私たちみたい素人が見ると全く本当に差はないです。ご苦労様です。ありがとうございました。はい。